こんばんは。4月の、4月 9日の夜です。12時過ぎたんで、実際には10日に入ってますけど。今日はなんかいろんな面白い人に、まあ今日だけじゃなくて、こういう、いわゆる政治活動みたいなことをやってると、まあいろんな人に会うわけですけど、今日もいろんな人に、あえて、なかなか面白い人たちが、なかなか面白い人とか、そういうこと、すいません。そういうこと言うから上から目線とか言われちゃうんですよね。とても面白い方々に会いました、今日も。面白いですね。やっぱり、なんか人と会って話すのやめられないなって思いますよ。なんか。面白い人いっぱいいるから、ああいう面白い人たちがね、街づくりとかやったらいいんじゃないのかなとか、単純に思ったりもしますけれども まあまあ、なんか政治ってそういう風にはいかないもんなんでしょうね。いろいろな、なんかね、いろんなことを話して、まあやっぱりこう、共通してたのは、人を増やさなきゃと。人を増やすためには、子供とかをね、増やさないと。子育て世代が、子供を育てやすいような環境を整えてあげないと、まあ、ね、子供も増えないし。で、まあ、どんどん産むのを増やすっていうのもなかなか大変だから、じゃあ、子育て世代の人たちに、行田に移住してきてもらえるような町にしたらどうかとかね、そういう子育てをするための環境がすごい整っている町になって、そういう子育て世代の人にとってメリットの多い町になれば、そういうふうに行田に移り住んでくる人たちも増えるんじゃないかなとか、結構具体的ないろんな話をしたりもしました。面白かったです。僕結構なんかね、具体的な話をするのが非常に苦手な、ところが、これダメなんですけどね。そんなこと言っちゃダメなんですけど。なんか具体的な話ができるっていうのは面白いですね、やっぱり。で、今日はそういう話が、してもらえたので、とても面白かったです。ぜひなんかこれからもいろいろ話をしてみたいなと思いましたね。まあ、当たり前なんですけどね、いろんな人の話をするっていうのが。なかなか政治って面白いのか、どうなのかっていうのは、ね、実際その政治の現場の中に入ってみないと、政治の現場っていうのが議会の中だけとは僕思ってませんけど、常日頃、日常生活自体政治だと思ってるんですけど、まあ、ただ、なんていうのかな、一般的に政治の舞台とされてるのが、その議場の中で行われてる話だったりとか、まあ、議員たちがやってることが政治って言われてますよね。まあ、そういうところを、僕も実際その中に入って見てみたいなっていうのは、すごく強く思っています。まあ、そういったところに入って何ができるのかっていうのが自分でも、ちょっとドキドキワクワクみたいな感じがしてるんですけど、軽い言い方ですけどね。まあでもやっぱ基本的に政治って日常生活だと思ってるんですよ。なんかそうじゃなく、なんかな、こう、政治っていうと自分たちとちょっと違う世界のことっていうか、政治家っていうとなんかものすごい偉い人たちみたいなイメージがどうしてもあったし、僕もだけど、もっともっとそうじゃなくて自分たちと同じはずなんですよね。そもそも別に同じ人間なんですからね。別に僕そのなんか同じ人間なんだからとか言うとすごいなんか人権主義者みたいな感じがするかもしれないけど、別にそういうつもりで言ってるわけじゃなくて、別に同じ人間なわけですよね。生物としては。
生物的な機能としては。だからね、なんか偉いわけでも悪いわけでもないっつうか、なんか僕たちは政治家っていうのはすごい特殊な人間みたいに、特別な存在みたいに考えてますけど、なんか別にそんなことないはずなんですよね。普通なはずなんですよ。普通に話をもっとしていいはずなんですね。まあそういうふうな感じにしていきたいなと 思ってます。ぐだぐだですいませんけど、なんかね、今日みたいな話をいろいろ、今日ね、いい話が、面白い話がいろいろできて楽しかったですね。ああいうふうな感じでいろんな人といろんな話をしながら街のことを、やっぱいいアイデア出てくるんですよね、いろんな人と話をしてる方が。と思ってるんです僕は。 だからね、これからもいろんな人と会って、面白いアイデアとか面白い意見とか、そういうのをどんどん聞きたいなと思ってます。で、僕自身もそれについて考えていきたいなと思ってます。はい、そんなところでまた明日も頑張ります。頑張りますっていうか、また明日もやります。はい、それでは。